と、ここを外してここにテーブルで椅子123、ここがね石膏ボードで、ここが木っぽいな、でここコンクリート、ここ入るからな、皿で鍋、ここに箸とか、引っ越しました。一人暮らし、まあいろいろあってね、とりあえず引っ越した日は伝えないで、引っ越しました。この動画はね、契約が決まった次の日ですね、今12月19日に撮影しています。でもう引っ越しの予定の希望日も出した状態のとこです。いろいろね、まあ、YouTube やってるんで、いろいろなことが起きないように、突然引っ越した状態からスタートします。あんまね早く伝えちゃっていろいろ詮索されるのも嫌だったんでね。で当初考えてた2月以降に内見行ってっていう部屋より広い部屋に結局して、でちょっと早めに引っ越せる感じだったんでって感じで決めました。したんですかとかいろいろ聞かれることもあると思うんですけど、基本聞かないでください。あと基本俺は答えたくないですね。っていうのはね、もし何かあっちゃった時に、 YouTube なんでね、なんか俺のことが嫌いな視聴者さんが何かやったりとか、まあもしなんかそういった事件的なことがあった時にね、聞かれ、住所を聞かれて、住所っていうか、まあどこ住んでるんですかって聞かれた人とかのことを疑わなくちゃいけなくなっちゃうんで、そういうこともしたくないんで、まあ基本言いません。実際にもう何年も付き合いがある友達とか以外はね。なんでね、できるだけまあ聞かないでそっとしといてください。で室内の映像もちゃんと皆さんにお伝えしたいんで普通に出すんですけど、まあ詮索しないでください。いろいろ本当、もしなんかね変な動きとか不穏な動きを感じ取った場合はね、まあ警察だったりね、あと今 YouTube 関係で弁護士さん結構動いてくれるんで、すぐお金になるんで、相手方からお金を取るって意味でね、僕とか収益化してるんで、まあ、すぐ弁護士さん動いてくれるんで、すぐ相談するんで、まあ、不穏な動きがないようにお願いします。じゃないとね、作りたい映像が作れないし、そういうのをね見たい人たちにもね迷惑かかっちゃうんでね、見れなくなっちゃうんで、まあ、そういうことがないようにお願いします。いやー、いよいよ始まりますね。ぜひお楽しみください。まあ今12月19日なんで、こっからちょこちょこね引っ越すためのものを買ったりして揃えていく予定です。一気に全部できないんで、引っ越した後もちょこちょこ毎月毎月いろいろ買い足していこうかなとは思ってます。だとりあえずはもう今現在持ってるもので引っ越して生活しようかなって思ってます。で実家から近いんで、まあ、実家にはしょっちゅう行く予定です。でその都度ラグも
映像に撮っていこうかなと思ってます。まあまだまだ元気で大丈夫でしょう。ラグもまあ親だけですね。何もないといいけど、まあ何もないことを祈りつつしょっちゅう家に様子を見に行く予定です。まあ Uber Eats やってるんで、フードデリバリー関係の仕事してればある程度自由に動けるんで、自由に何かあってもねすぐ駆けつけたりとかもできるんで、まあその点良かったですね。ということでエピソード2お楽しみください。テリーマン Vlog エピソード2スタート。1時過ぎました。ならないから港南でも行こう。木材ってさ案外高いね。ほんと1000円以上するものを組み立てていくと結局高くなっちゃうな。やっぱ家具は出来上がったやつ買うかな。高すぎるな。やっぱイケアとかじゃないと厳しい。ナンガの布団なんてあんだ。これはいいね。高いわ。ちょっと欲しいな、ナンガのやつ。でもあんなに全部揃えたら10万超えてっちゃう。無理。仕事の合間合間でね、待ち時間が長いんで、インテリア見たりいろいろネットでいろんなものをポチポチしてんですけど、家具見たり家電見たりで、さっきポチりました。家具とかね、家電よりも先にこれをまず手に入れた。壁にかけるポスターまあこれがまず大事でしょう。今度の家っていうか、まあ部屋は広い壁があるからね、そのままの真っ白な空間にするのはもったいない。まあいろんなもんをこれからどんどん買っていくんですけど、まあ極力ね安く手に入れるためにオークションを使っていきます。メルカリ、ヤフオク、楽オーク、ペイペイフリマ、そこら辺でねいろいろ探していきます。でほとんどが売ったお金で今いらないものをまだ家にバンバンあるんで、で引っ越しついでに断捨離どんどんしていくんで、いらないものを売ってって、で欲しいものと交換していく感じですね。イメージ、元でのお金が減らないように。まあ元でのお金も今週40万ペース、週じゃない、月40万ペースで稼いでるんで、まああるっちゃあるんですけど取っときたいんで、まあ極力オークションの売り買いで済ませようかなと思ってます。いやーオークションいろいろ見てて一番安いところで買いましたよ。見つかった。だいたい相場より3000円ぐらい安くなった状態で見つかった。ラッキー。ずっと頭の中が引っ越しでいっぱいだ。今ね引っ越し業者さんに見積もりをお願いしました。荷物どうしようかなと思って、全部新しくしたいっちゃしたいんだけど、でも最初困るからね、一気に買えるわけじゃないから。
とりあえず持っていけるものは引っ越し業者頼んで持ってって、あとちょこちょこ買い足してっか。でできるだけ100均のものは買わないように。結果いらなくなるしね。もう細部にまでゆっくりこだわっていこうと思います。ロフト見に行こう。ロフト見とるわ。ちょうどいいタイミングで金田屋の家具のバザールがある。まだ行ったことないけど行ってみよっかな。ワンチャンそこでソファー買って、あとテーブルかテレビ台買うかもしれない。家の前にね、雪が積もった時用のこれを欲しかったらしい。いやね、昨日の夜ね、ガスコンロをポチりました。メルカリで売れたお金でね、4万ちょっと定価ぐらいのやつが2万ちょっとで買えましたね。かっこいいね。いやー、待ってる間にいろいろ家電を調べてて2つポチっちゃったよ。まあでも予想より全然安く買えた。最初ね、電子レンジ、さっきも話してたようにね、家にあるやつ持ってこようかと思ってたんだけどね、使ってないやつね、娘が昔使ってたやつ、いろいろ調べてて、で最終的に買おうと思ってたやつを調べてたんだよね。5万くらいすんのかな、5、6万。ただ評判があんまよろしくないんだよね、バルミューダ。いろいろ結構壊れるらしくて、海外のメーカーのだからね、まあそんなに日本製と違ってやっぱ壊れるよね。特に日本なんてもう湿気がすごいからね、基板がすぐやられちゃうっていうか、日本のメーカーだったらそういうの対応してんだろうけどね、海外のメーカーだから。まあ俺はそんなしょっちゅう使うわけじゃないし、ガンガンね、まあたまに使うぐらいで、多分そんな壊れないでしょうって感じだけど、一応新品が欲しいから新品の安いのを探して4万円で見つけました。バルミューダの電子レンジを買いました、新品でね。この時期ね、結構オークションに出るのは箱から全く開けてない新品のやつが多くて、まあ大体年末だから、ビンゴとかで当たったやつとかもね結構入ってるから、当たったけど全くいらないって感じでお金に変えようとする人たちで、バルミューダの、家電とかが結構ビンゴの店員で人気だから、まあ、そのパターンも多いのかな。だいたい定価より1、2万安く出てたりするからって感じで安く買いましたね。ていうか安かったから買っちゃった。だいぶ後に買おうと思ってたんだけど。で、もう一個落ちたのは炊飯器。バルミューダ全く評判良くないんだけどね。まあいいよ、もう、まあいい、使ってみて判断するわ。ご飯おかわり炊こうと思ってたけど、まあいいや、もうランド
で終わるよね、初号最初で、ダメだったら特快でいこう。そんなガンガン使うこともないと思うからね。でこれは中古で買いました。お店で安く出してるやつで、で永久品。オークション見て、オークションの方がもうちょっと安かったんだけど、結構ね物が良くないっていうかね、まあ、釜の内側が剥げやすかったりでね、もともとね物があんま良くなかったから、まあ、永久品の方がいいなと思って買いました。相当安くてね、定価が4万何千円かするんだけど、これももう中古だとね1万円前後ですね。俺が買ったのが11,500円、永久品だったからって感じで炊飯器も買いました。なんか米を美味しく炊けるあのお釜とか見てたんだけど、それでも5000円ぐらいするから、だったら炊飯器の方がいいかなと思ってね、まあ11,500円ぐらいだったら全然ありですね。勢いというのは恐ろしい。今日だけで家電3つポチってしまった。全部バルミューダ。まあ楽しみだね。どんどん期待が高まりますね。あとは最初の段階で揃わないのが、引っ越す日にちょうど部屋の鍵がもらえるんで、中入ってちょっと長さとか測んないと購入できないのがあるんだよね。洗濯機と、あとね、上からぶら下げる電気は大丈夫かな。電気は一応コンセントの形とかは映像を撮って見てきたんだけどね、まあ、電気はどうしようか。電気は買うか、何日か前に。マジで腕の力なくなる。とりあえず洗濯機は測んないと買えない。あと押し入れに入れるハンガーもちょっと押し入れのサイズ測んないと買えないって感じ。引っ越す何日か前に鍵欲しいんだけどな。測りに行きてえな。12月の23日ですね。今朝9時半ぐらい。ちょっと管理人さんに連絡して、中入らせてもらってね、いろいろちょっとサイズを測っていこうかと思います。メジャーを持ってって、で物を持ってく、物を決めたり買う物を決めたりって感じの作業をします。さあ測りますか。一応細かくいこう。一応風呂用のカーテンレールありで、蛍光灯ある、トイレの電球ある、お風呂の電気ある、こういう感じ。引っ掛けるとこもあるね。
あと戸袋押し入れ幅測ろうで、こっちの玄関からの壁が襖も合わせて張る壁が、ここがね石膏ボードで、ここが木っぽいな、でここコンクリートで、ここまで182ぐらいだから、ポスターどれぐらいなんだろうね。コンセントがここだから、ここに、横が63、縦が100ぐらいまでの台なら置けると。ここに置く料理台、キッチン台は1個でもいいかもしれないな。Wi-Fi の契約も取っ替えてきて、昨日からソフトバンクエアになりました。だ、引っ越し手続き、まっすぐネットでやって、こっからね、こっから引っ越した先に手続きをすぐやれば、コンセント挿すだけで使えるんで、まあネット環境は問題なさそうですね。あと急いで必要なのはカーテンとかか、カーテンと電気、カーテンと電気ありゃ OK だね。レースが外側か、どっち向きが正しい向きなんだこれ、分からん。いいよ。疲れたよ。これ自分で履くんだよ。マジで。もうすごいね。まあ荷造りを来年から始めて大変だな。結構もうしばらく家の中ごちゃごちゃになるけど、頑張りましょう。あとそうだ、あれだ、最大の難関は洗濯機だ。洗濯機を買わなくちゃいけないんだ。コインランドリー遠いしな、車で毎回行くとかめんどくさいしな。やっぱ洗濯機は必須か。ドラムが欲しい、乾燥機も欲しい、ドラム型の洗濯乾燥機。毎回干してたらちょっと仕事中一回帰んなくちゃいけなくなるもんね。うん、やっぱ洗濯機が必須だな、洗濯乾燥機は。まあ全然中古でもいいんでね、探してはいるんですけどね、大きさ的に取り付けが大変そう。うまくいくかどうかがって感じで。水道の位置も低いし、下の排水の排水パンみたいなのもちっちゃいし、なんかアタッチメントつけて排水パンより出ても置けるようにして、置くスペース的には広いんで、これでつけ、うまくつけるしかないかな。今が引っ越し前日ですね。まあ当初の予定してたね、引っ越し業者さんもだいぶ前にキャンセルして、
正月ね、ちょっと持ってく予定だった65インチのテレビがね、俺の不注意で壊してしまって、テレビとかも運ぶ必要がなくなっちゃったんで、まあ気をつけながらね、気をつけながら運ぶ必要がなくなっちゃったんで、引っ越し業者に頼まなくてもいいかなって感じでキャンセルしました。で、引っ越し業者をキャンセルしたんで、それ以外のここにあるね、家具も運ぶ予定だったんだけど、もう運ばなくていいかなって感じで、で、キャンセルしたお金で、まあ冷蔵庫とか、まあ棚だったり、その他もろもろ買おうかなって感じで変更しました。で、ソファーも今あるソファーを運ぼうと思ってたんだけど、この前ね、中古でいいのを見つけて買ってきました。今車の中に積んであります。なんでとりあえずそういう流れに今なった状態です。で、明日引っ越しなんで、明日一気に自分で往復しながら運びます。自分の車でね。って感じの前日ですね。だ、荷造りはもうほぼしてません。もうとにかく持っていくだけなんで、何回も行き来して。で、それでは新居のルームツアーです。まあまだね、全部物を運びきってないんだけど、引っ越した初日のルームツアーです。どうぞ。ルームツアーどうしよっかな。自分がとりあえず欲しいものが全部揃ってからやるか悩むな。あー疲れた。戻ってきました。8時10分ぐらい。あーマジ疲れた。もうね、今から荷物搬入するとうるさくなっちゃうから、また明日。ああ、本当疲れた。
れ様です。筋肉痛になっちゃうなこれ。